くそー、今回のジャンプ合併号かよー。くそー。あ、はい、どうもこんばんは、カズちゃんレルのカズです。いや、私少年ジャンプは12歳かな、小学校6年生ぐらいから読んでるんですけども、まさか34歳にもなって読んでると思ってなかった。いや、今ね、視聴者さんも、まあ、小学生の方、中学生の方、高校生の方、いっぱいいらっしゃるかと思いますけども、意外に、大人になってもね、精神年齢、あんま変わんないこと多かったりします。まあ、でも、物事はね、もういろいろ、そこら辺はよくわかるようになったりとかあるんですけどね。ほんで、まあ、こんな感じで、結構ね、私、漫画は好きなんですよ。昔はね、よく、満喫行ったよな。宿泊でも使ったけど、普通に福井県内でさ、3時間パック1000円とかもよくあったから、もう土曜日とか日曜日になってはね、満喫行って最新刊読んだりとか、もういろんなことしてましたよ。そんでね、最近ではまあこういった感じで読むことも、まあこれが普通だと思うんですけども、やっぱりこのスマホとかで読むことも増えてきましたよね。まあいろいろあるけど、まあ楽天とかもあるし、ソニーのやつは終わっちゃったのかな。ほんで、まあ一番有名なのが Kindle だと思うんですけども、ただね、最もね、目に優しいやつがね、じゃじゃんと、やっぱり Kindle でございますね。今ね、私が手にしてるのが、Kindle Oasis というものなんですけども、めちゃめちゃ使い込んでおります。見てよ、これ。もう、側がね、もう、キッズ傷なんだけど、もう、カバンとか入れると、まあ、こんなことになるよね。傷。もう、めちゃめちゃね、使ってる。ほんでね、これ、まあまあいいお値段するんですよ。確かね、当時3万いくらしたかと思います。ただね、なんと、この Kindle Oasis に新型で出たんでございますよ。ほんで今ね、こんなか、なんもないでしょう。でもね、コンコンコン、いくよ。せーの。はい。はい、こちらですね、新型 Kindle の Oasis でございます。いや、なんかね、初代と比べるとね、かなりパワーアップしたみたいなので、早速見ていきましょう。さーてと、いいでございますなあ。ちなみにこちらなんですけど、サイバーマンデーの日に買ったんですけど、こちら別に対象とかでなくて、安くなっておりません。ただ会員の方かな、キャンペーンコードみたいなのあったみたいで、3000円とか4000円オフとかで多分今現在も販売されてるかと思います。ではね、いざ開封いたしましょう。またこれとね、システムが全然変わってきてるんですよ。オープン。来ましたねー。あ、でかっ。あ、全然でかい。付属品がね、このコードのみ。ほんで、今回ね、あれだ。カバー買うの忘れた。まあ、いろいろ変更点がございますので、ちょっとそちらも含めて見ていきますか。さあ、出てきましたよー。なるほどね。まあ、これ見ていただいてわかると思うように、もう金属。金属の側でございますね。かなりツルツルしてるイメージ。ほんで、前のやつがね、こちらになるんですけど、これカバー外してみよう、まず。カバー外すと、まあ、こんな感じになってるんですけども、若干はね、こっちの素材がゴムっぽい素材。で、こっちが金属なんだけど、まあ、個人的には、私前の方が好きかな、ちょっとゴムっぽい感じの方が。やっぱツルツルはね、なんか滑って、なんか落としそうな感じがするし、寝てみる時の持ちやすさが全然違ってくるんだよね。まあ、そこら辺はね、なんかちょっと貼れば対策できるかと思います。ただやっぱね、この、ツルツルになったっていうことで、そこら辺での評価はね、結構高いみたい。やっぱ大多数はこっちの方がいいのかもしんないな。ほんで、もう一個のポイントというと、以前のやつって、ある意味ちょっと中途半端かわかんないけどさ、実は、このケースの方にバッテリーがね、仕掛けられてるんですよ。これ。だからもう、これ一つで、もう一枚組みたいな感じ。だけど、今回のはね、もう全部、バッテリーも全部これにひとまとめになっております。ほんで、それに、カバーをつけるような感じで、まあ、単体の重さだけで言うとね、ぽい。以前のやつはね、まあ、カバー付きなんだけど、241g。それが、192g と軽くなって、またね、重量がちょっと偏ってるから、すごくね、軽く感じるような気はする。ただね、多分これ単体になるとね、こっちの方が軽いんだろうけどね。でも136と、50g だけの違いなんだ。
いや大きさもね、60インチと7インチっていうだけなんだけど、画面大きさはね全然違うような感じはするよな。ちょっと電源つけてみようかな。ここか、上面に電源ボタン、下に充電の、これはマイクロ USB がございますね。ちょっとつけてみます。ついたかな。あ、ついた。あー、画面切り替わりましたね。うな、ちょっと初期設定だけしてしまいますかね。初期設定だけ。さて、ようやくセットアップ完了でございます。使ってみて、もう今ちょびっと使ってみたんだけど、良くなったところ、そしてやっぱりね、あ、やっぱいまいちだなっていうところもございました。まあそちら合わせてご紹介していきましょう。まず今回のアップでね、良くなったっていうのが、容量が大きくなりました。8ギガと32ギガ。ほんで過去のやつがね、4ギガしかないんですよ。ほんでかなりね、漫画寄りになったんだなーってのを改めて感じたね。8ギガだとだいたい140冊。ほんで32ギガだと650冊が入るから、もう容量不足にね、悩まされることもほぼないと思う。ほんで例えば、4ギガの方なんかね、出ましたね。メモリ不足です。すいません。だから漫画とかもね、多分、70冊、半分で70冊ぐらいしか入らないのじゃないかな。だからちょこちょこね、もう消しながらさ、で消すのもまあちょこちょこ手間だからね、端末から削除みたいな感じでさ、こう消しながら使うしかございません。ほんでね、これとかめちゃめちゃ嬉しいアップデなんだけど、見てよこれ、わかる？左下に12とか6とか、これシリーズごとになんとまとめられてるんでございます。これめっちゃ嬉しい。例えば大の大冒険なんかさ、ポイッと押すとこんな感じで綺麗にね、並べられてるよね。ほらほら。あ、ほんで、今回のやつ、これ電子ペーパーというもので、またね、スマホとかと全然違うんですよ。ほら。角度によっても全然一緒でしょ。もう紙と一緒なんですよね、これ。要は。電子ペーパーって言って。だから太陽光の下でもね、ギラつかず、普通に読めます。そんでね、これKindle Oasis って言うんですけど、なんと、前のやつね、Oasis って言うからには防水っぽいじゃないですか。防水じゃないです。でも今回のようやく防水対応となって、お風呂場とかでもね、半身浴とかしながら見ることができるようになりました。IPX8 なので、水深2メートルで60分まで耐えれる。だから普通の使い方だったら、まあ大丈夫だよね。ほんで漫画の速度もすごい速くなった気がする。ちょっとね、画面ほわほわってさせとくけどさ、こっちページめくりいくよ。えい。に対していきますよ。えい。そうなんすよ。レスポンスがかなり良くなってるんですよね。ちょっとね、ほわってなってるから分かりにくいと思うけど、めちゃめちゃ速くなってる。だからこれ両者、同乗してしてるとよく分かるんだけど、明らかに速い。うん。ほんと 0. 点何秒ぐらいの差なんだけど、かなり大きく違うかと思います。ほんでまたね、こちらも長押しなんだけど、ごめんね、ほわほわさせて。画面長押しして、左とか右とかで、パラ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 と、ページめくりみたいな、本当の本みたいな雑誌みたいな感じで、パラパラね、右行ったら右、左行ったら左みたいな感じで、パラパラとページ送りできるようになったのも一つのポイントです。以前のやつ結構ね、めんどくさかったんですよ。ちょっと途中まで戻りたかったとかってなっても、すごいレスポンス遅かった。けど今回のやつはすごい。これ結構便利かもしんないね。まあ、あんま使うことないかもしんないけど。まあ、ただね、いまいちなことを言っておきましょう。もう私的には漫画中心にしか使わないので、漫画まとまったでしょ。このアップですごく良かった。前のやつがね、もうバラバラすぎてすごい見にくかったんだけど、こっち行くよ。ほい。見てこれ。なんか物によってはね、なんか未だにまとまってないっぽい感じのもね、あるんですよね。このティファニーに朝食用とか、まとまってないんですよね、なんか。で、私調べたところ、ジョジョでまとまってないみたいな報告も見たことあったんですけど、ジョジョはね、これまとまえられてる。ジョジョ1、ジョジョ2、ジョジョ3みたいな感じで、ほい。ほら。最初なんか小出しみたいな感じになってたんだよね。だからこうまとまってんのもあるから、もしかするとここら辺もね、ちょっとティファニーに朝食用も、ちょっと経ったら、またね、まとめられてる可能性はあるかもね。まとまってるやつが、左下に Q とか書いてあって、で、まとめてない、単行本みたいな感じで、単品がね、ただ、チェックマークがついてるような感じとなります。はい、そんでね、皆さんも知ってるかと思いますけども、バッテリー持ちが、数週間とあるんですけど、こちらはですね、1日30分の利用、さらには、
ワイヤレスオフ、つまり機内モードですね。まあでもあんまやらないんだよな。簡単にはね、できるようになってるんだけどさ、上タップして、ここだここ。この機内モードにすれば、ワイヤレスはね、オフにできると思うんですけど、まああんまそれやらないじゃん。だからね、通信オンにしとくとね、全然持たないっす。なんなら1週間でね、バッテリー切れることもありますので、ちょこちょこ充電しながら使うのがよろしいかと思います。あとね、もう一つポイントあげるとすると、これ多分ね、3、40冊ぐらいね、今漫画ダウンロードしたかと思うんですけども、1時間ちょいぐらいかかったかな。ダウンロード速度はね、かなり遅めです。5GHz なくて 2.4GHz しか対応してなくて、ほんでそのダウンロード速度もね、iPad とか、スマホと比べると、ものすごく遅い。だから出発前にね、ダウンロードする方は、ほんとそこら辺気をつけてください。そんな早くないっす。ほんでね、レビューとか見てみると、ボヤージュ。Kindle Voyage からの乗り換えが結構多いみたいで、そっからのやつだとすごく評価がいいみたい。ちょっとね、値段が高いだけあって、コスパがいいとはね絶対言い切れないと思うんだけども、やっぱね、このリアルのボタンがあって、おー危ない危ない、すごくページ送りとかはねしやすい感じかと思います。いやでも漫画がね、こう一列になったから、ちょっとなんかいろいろ買おうかな。まあ、もしね、皆さん好きな漫画とかあったらね、ぜひコメント欄の方によろしくお願いします。できればね、完結してるやつとかいいな。以上、新型 Kindle Oasis のご紹介でございました。